じゃあ何屋の娘に見えるんですか？あー、うどん屋奥さんが花屋の娘なんですよ。あ、そうなんですか？そうっすよ。へぇー。なんで笑ったん？全然見えないなと思って。え？ディスってますか？ディスってないですよ。ディスってないですよ。今のはですよ。じゃあ逆に言えば、花屋の娘は褒め言葉なんですか？逆に褒めてもらう。ん？花屋の娘を褒め言葉なんですか？いやいや、植物を飼うのが花屋の娘だからなと思って。見えないなと。ディスってますよね。ディスってはない。ディスってはないですよ。じゃあ何屋の娘に見えるんですか？あー、うどん屋？ディスってますよね。ディスってますよね。ディスってない。うどん屋はディスってます。ディスってない。なんか、エプロンして、はい、三角巾して、うん、テーブル拭くのがなんかすごい似合ってる。わかります？言いたいことわかります？いや、わかんない。本当に？本当に？あ、そう。田舎っぽいって言いたいんですか？違う。それは違う。それは違う。ん？また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。よければチャンネル登録お願いします。